お迎えしに来たいなと思います。というわけで現在時刻は9時です。今ね、国道246を東京方面に走行中です。今回はノーヘルということで新しいヘルメットをね、お迎えしようかなと思います。それで今どこに向かっているかというとSHOEIのね、ショールームに向かっています。というわけでSHOEIのヘルメットを新調しにショールームにね、行くわけなんですけど、結構ね、いろんな種類のヘルメットが置いていたりとか、あとね、フィッティングサービスが受けられるみたいなので、今日は私にぴったりフィットするヘルメットをゲットしたいなと思います。やばい、ショールームめっちゃ楽しみなんだけど、それにしても久しぶりにね、東京をね、走っているわけなんですけど、やばいね、東京怖い。ちがみなの動画。はい、というわけでね、もう東京のど真ん中、銀座にね、今到着しました。それでね、今回お迎えするヘルメットなんですけど、フルフェイスにしようかなと思っています。今私がかぶっているのはヘッドヘルメットなんですけど、よりね、安全なタイプのヘルメット、フルフェイスタイプをね、今回は新調しようかなと思います。いやー、めっちゃ楽しみなんだけど、新しいものっていいですよね。はい、というわけで秋葉原にね、到着したので、今SHOEIのショールームに向かって歩いて移動してます。バイクはね、駐輪場に預けちゃいました。それでね、あと多分5分ぐらいね、歩いたら到着するんじゃないのかなと思います。やばい、めっちゃ楽しみなんだけど、ショールーム自体も初めて行くので、中がね、どんな感じになっているのか、ちょっとね、探索もしたいなと思います。はい、というわけでSHOEIギャラリー東京にやってきました。早速私の新しいヘルメットをお迎えしちゃいたいと思います。それじゃあ行ってきます。ちがみなの動画。おお、ここがショールームか。やばい、ヘルメット、めっちゃかっこいいヘルメットがたくさん並んでます。はい、というわけでね、今2階に上がってきました。2階はね、SHOEIさんのヘルメットが全商品置いてあるみたいなんで、ちょっとね、いろいろ見ていきたいと思います。ミラーシールドってね、結構いろいろ種類があるもんなんですね。はい、それじゃあね、ちょっとヘルメット試着できるみたいなんで、かぶってみたいと思います。はい、とりあえずね、第1候補のZ8かぶってみました。ちょっとね、サイズ緩いんですけど、マットブラックめっちゃかっこいいですよね。続いてね、第2候補のグラムスターです。お、いいね、デザインがね、結構かわいいですね。こんな感じ。カブに合わせるんだったらね、これにしようかなって思うんですけど、 Z8 の方がバイクの車種ね、選ばないような気がして迷い中です。あ、でもこれいいね。あ、いい、かわいい。でね、もう一つね、目星をつけていたネオテック2です。あ、これもいいね、かっこいい。デザインがね、めっちゃかっこいいのかぶってみたんですけど、見ようかなこんな感じなんだ。おお、こんな感じでね、ちょっとね、ジェットヘルメットみたいにね、使えるのがいいなーなんて思って候補に上げてきました。はい、今ね、ちょっとね、3種類かぶってみたんですけど、ちょっとね、迷ってるので悩みたいなと思います。ちがみなの動画。はい、というわけでね、お迎えするヘルメットが決まりました。後ろにあるね、Z8 を今回お迎えしちゃいたいなと思います。それじゃあね、今日フィッティングサービスね、受けようと思っていたので、今から受けてみたいなと思います。どんなサイズになるんですかね。じゃあちょっと行ってきます。カット今入れてもらったんですけど、結構違います。ちょっと入れるだけでだいぶねフィット感がアップしました。いい似合うはい、私ねヘルメット内で結構ね笑うことが多くて、ほっぺがねぷくってなりがちなんですよね。なんでちょっとねこのほっぺの部分をね描いてもらおうかなと思います。というわけで一通りのねフィッティングが終わったので、最後ねもう一回かぶっときます。お、いいめちゃくちゃぴったり、ジャストフィット、すごいいい感じですね。やっぱりね、見た目ね、めっちゃかっこいいですよね。わ、いい。ちがみなの動画。というわけでね、今改めてお迎えしたヘルメット、SHOEIのね、Z8 をかぶって走行中です。フルフェイスってね、昔私はね、かぶったことあって、前はね、すごくね、窮屈だなーなんてね、印象を抱いていたんですけど、いや、このね、Z8 ね、すごいね、かぶり心地がめちゃくちゃいい。今まではずっとね、見た目と気軽さで、ジェットヘルメットをね、かぶっていたわけなんですけど、いや、このね、Z8 ね、かぶり心地めちゃくちゃいいから、すごいね、がっつりしたものをつけている感みたいなのが全然ね、なくて、なんていうかね、すごいね、快適なんですよね。とまあそんな感じで、私はね今回SHOEIのね Z8 をねチョイスしたわけなんですけど、他にもね一応自分の中で候補があって、まあ、グラマスターかネオテックもいいなーなんて思ってたんですけど、このね Z8 はどんなバイクにもね合うデザインだし、アクションカブとかもね結構つけやすいかなーなんて思ってこれをねチョイスしたわけなんですけど、まあほぼね見た目で選んだと言っても過言ではないわけなんですが。今日ねつけている時点ではなんですけど、このヘルメットにねしてよかったなーなんてね思ってます。やっぱりねすっごいね快適なんですよね。このヘルメットはねツーリング向きのヘルメットなんですけど、本当にね疲れにくくてめちゃくちゃ快適。もうこのヘルメットでね長期のツーリングに行くのが今ねめっちゃ楽しみです。本当にね頭とヘルメットがもう溶け込んでいるかのようにフィットしてる。ちがみなの動画。そしてね自画自賛するようでね大変申し訳ないんですけど、このヘルメットめっちゃ私に似合ってると思う。すっごいかわいい。ヘルメットってね高い買い物だからなかなかねどのヘルメットを新調するかすごいね迷いどころなんですけど、Z8 お迎えしてよかったなーなんて思っちゃいました。それでね初めてフィッティングサービスをねやってもらったんですけど、私は顔のね横幅が広いタイプみたいなのでほっぺたのねパッドをね薄くしてもらったんですけど、なかなかのフィット感で、これ本当にね私ねヘルメット内でめちゃくちゃ洗うからほっぺたがねすっごいね持ち上がるんですよね。なのでこのねチークパッドはね薄くしてもらってねよかったなーなんて思っちゃいました。変えてもらうだけでねだいぶ変わりますね。私のねほっぺ軸はだいぶあるみたいですね。まあ、診断結果もね見せてもらったんですけど、基本的に頭はちっちゃいらしいです。ただほっぺはねポニョンみたいなんですけどね。ちがみなの動画。はい、というわけで今回はノーヘルってことでねSHOEIの Z8 をね新調したわけなんですけど、やっぱりね新しいヘルメットで走るってめっちゃ楽しいですね。そしてねこれからもこの Z8 をかぶってねいろんなところにねツーリングに行ってみたいなと思います。これからねこのヘルメットとともにツーリングに行くのがめっちゃ楽しみです。本当にねツーリング向けのねヘルメットなので、ここから先ね長距離ツーリングを行った時なんかにすごくね力をね発揮してくれるんじゃないのかなと思います。それではね最後まで動画を見てくれてありがとうございました。この動画が少しでもいいねって思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるので概要欄からフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。